傭兵の台頭思い出ゲームです。バブルボブル85年と危機開会85年ですね。さよちゃんね、さよちゃんね。まあ、まずじゃあゲーム画面からいきますかね。じゃあ見ていきましょう。はい、まあ、画面はまた PC エンジンですね、うんうん、これね。いや、これはでもね、可愛かったんよ、声がほんと、うん、これね、危機開会はね、もちろんゲーセンっていうか駄菓子屋でもよくやったんだけど、あのね、MSX 版でも持ったんだよな、俺確か。 MSX 版はね、結構ね、移植良かった、高かったんだよね、クオリティが。うん、うん、楽しそう。あー、これは熱いのが来たねって五代さん、はい、洋平さん言ってくれてるよ、ほら。あら、嬉しい、ありがとうございます。初めて見ました。これはいいゲームだった、ほんと。そうそう、うん。うん。かわいい。かわいいでしょ、これ。お払いするんだよ、あれ。ね、お払い、そうだよね。お札と、そうそうそう。そう、この、あの、何あれで。白いさささってやつ。さささってやつ。で、あの、七福神様がさらわれちゃったの。この、お化けたちに。最初のやつね。そう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 。で、それを一人ずつ助けに行くみたいな。ああ、そうなんだ。一面につき一人みたいなね。そうそうそう。うん。うん。これボス戦ね。うん。お。ボスも可愛いんや。ボス可愛いよね。いい感じだな。あずき洗いみたいなやつかな、これ。上手だね。上手でしょ？うん。うん。うん。うまいうまい。うまいでしょ、これ。なかなか。避け方は。避けてる、避けてる。ちゃんと。うん。ちゃんとくるって。目が皿になってるんだ。ね。ナイス。ほいでほら、ね、七福神のうちの一人が、大黒様かな、うん。助けたことになるんですね。うん。はい、次です。バブルボブ。はい。出ました。出ました。フルズンタタ。俺ね、これバブルボブルはやった。結構。あ、うん。そうそうそう。で、これも MSX 版だったんだね、持ったの。バブルボブルも、対等といえばっていうゲームだよね、ほんとに。そうだね。うん。この1画面でさ、このあの、カラフルな色でさ。そうそうそう。うん。こういうアイテムが、ケーキだったりとか、このフルーツだったりで。うん。これの2がレインボーアイランドっていうやつで、落合くんはレインボーアイランドやたらやってたんだ。落合くん。レインボーアイランド好きだったね。レインボーアイランド好きだったの、彼は。うん。俺はその間もずっと忍者ウォリアーズだけをやってたんだけど。これ今回バブルボール調べてないけど、何面ぐらいまだ。これはね、100。100までやったのか。そう、100まであって、要するにこの怪獣たちが元に戻った姿が、あ、そうそう。落合くんのレインボークエストの確か。あ、そう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 。そうそうそう。確かそんな感じだった。2は一緒なんだよね。そうですよね。うん。そうそう。五代さんが PC エンジン版を持ってましたわ。つってね。おー。バールさんはプレイしたことないけど、この時期はいろんなところで見かけた気がしますっておっしゃってますね。バブルボールが1985年で、魔法によってバブルドラゴンに変身させられた主人公のバブルンとボブルンを操作し、ここに書いてあるわ。地下100階を目指し、恋人を救出することを目的としたゲーム。泡を題材にした独特のアクションを用いており、二人同時プレイにより連携アクションを達成。二人同時プレイができますね、これね、バブルボール。で、危機開会85年。巫女の、さよちゃんが妖怪にさらわれた。七福神を救うために戦うアクションシューティングゲームですね。あれもアクションシューティングなんやね。一応そうだね。これだけがさよちゃんともうミッションなんですね。そう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 。そうさよちゃん。なぜかさよ、あの、神主は何もしないんですよね。巫女な、なぜか巫女なんです。なぜあの少女に、こんな辛いミッションが。神主なんとかしてやるよと思うんですよね。いや、当時はね、やっぱさよちゃんのグラフィック、可愛かったですよね。可愛かった、可愛かった。うん。ね。いや、洋平さん、当時の思い出どうですか？当時、ディスクシステムで一番最初に買ったんですよね、確か。書き換えができるやつ。そうそうそう、A 面と B 面みたいなやつ。ディスクシステム出たんだっけ、きっかけは。そうそうそう。で、なんか確かね、すごいうろ覚えなんですけど、これね、おまけがついてたの、なんか、七福神スタンプみたいの。へぇー。そう。それが欲しくてね、なんかね、すごい買ったんだけど、これ最後、要するに7人なんで、7面まで倒して、7人とりあえず進むんですよね。で、それ終わった後に、終わってクリアかなと思うんですけど、ちょっとこれもうろ覚えなんで、なんかね、俺らの船まで助けてくれみたいなこと最後言われるんですよね。船が反ねえじゃねえかと。はいはいはい。乗ってた船も、あの、要するに持ってきてくれと。ああ、あの、七福神がね。で、最後にこの一面、追加されたこの一面がものすごい難しくて、うん、うん。なんかね、そこで挫折しちゃった覚えがある。へぇー。そうなんだ。そうそう。で、これもね、これもね、二人同時できるかなと思うんですよね。うん。これね、さよちゃんとね、みきちゃんっていうのがいる。でもね、これ、みきちゃんってこれね、当時アイドルだったね、伊藤みきちゃん。
そうなんだ。そっから撮ってるの。でもね、これね、2人同時ができなくて、実は。ああ、一人死んだら交代。セレクトボタン押すと切り替えられるだけ。そうなの。あ、そうだったっけ。それだけだ。攻撃方法がちょっと違うみたいな感じだ。いや、だからマリオとルイージみたいなのじゃないんでね、そういう特徴が一切ない、何も変わらない、色が違う。あ、ただ色が違うだけ。そんな思い出が。へぇー。さん、知らんかった、それは。バブルボブルの方は、バブルボブルの方。バブルボブルか、これもね、結局ね、クリアできなかった気がする、なんか。ああ、俺もクリアできなかったな。なんか散々やったんだけど。100回ものはきついっすね。近い。きついね。ロードランナーとかもきつかったもんな、最後の方。途中でだってセーブとかできないでしょ ?100。コンティニューはできるけど、なんかパスワード的なものはもしかしたらあったかもしれない。でも。なんかね、泡がなんで浮くんだろうって話。ああ、和江さんなんか。しますね。和江さんとバルサが。ヘリウムが出てくるから。確かに。魔法で、魔法で。そう、夢と希望が詰まってるからだよ。そうだね。そうだね。